沖平しい飲み街、沖平しい飲み街、沖平しいの実界、学名ピシアサシリーもしくはピシアシーセルレイは、有敗目オカミミガイ科に分類される巻貝の一種。東アジアの一部区域だけに分布し、寄水域周辺のヨシワラやリターナカ、漂着物の下などに生息する。ワミオウマツビの貝を省略し、オキヒラシイノミと呼ばれることもある。種商業のサシリー、 または、シースセルレイは、フランス海軍提督のジャンイコール・バティスト・セシーユへの県名。学名の原綴り、すなは地元記載における、オリジナルの種称名は、サシリーであるが、しばしばシースセルレイの綴りも関与される。標準和名の、オキは、明治時代に、長崎で本種を採集し専門家に送ったオキ創造、オキシオ像。平戸出身の裁判官で、 海類研究家、沖帝介の父への懸命。ひらの実はひらたいしの実がいるいのいで、おかみみがいか諸種の貝殻に見られる。しの実に似た質感とやや扁平な、からにちなむピシア族の機関名。ベトナム北部、中国南部、日本の九州西部及び山口県に記録がある。間を隔てる南西諸島からの記録はない。生外は、 拡張2 5ト、mm、ル、角形1 5トルほどだが、稀に、拡張3 0ト、mm、ルを超える個体も見られ、日本産オカミミガイ類の中では、オカミミガイエロビアム一年生に次ぐ大型種の一つである。貝殻は和名通り拡張が短く尖ったどんぐり形で、背腹に平たく、左右は鈍く角張る。殻口は、上が狭まった水滴型で、殻が半巻き。 180度成長するたびに角底と外側に大きく張り出し、外縁が飛行、外反し、その痕跡が左右の角張りを形成する。空口の四条突起は、内唇2歯と軸唇一歯が大きく、外心は、ひさし状に張り出しその縁に小さな三から五葉がある。空口全体は空に比して大きいが、四条突起が発達して空口を塞ぐため、 南体部を出す部分はかなり狭い。殻の内部は他のオカミミガいかと同様に、螺旋部が溶解吸収されて広い一室になっている。各表は褐色で光沢のない殻側を被るが、明るい木褐色から黒に近いものまで変異が大きく、色体や横長の反転が出るものもいる。摩耗により殻側が失われ、開白色や泡紫色を呈した個体も多い。 南大部は濃い黒海色で、触角一体で先端が尖る。内部形態のうち、生殖器や神経系などは、香港産のもので報告されている、マリタインズ1998。加工や内湾の吉原のほか、人元す,すきの根材、長官体上部の土壌表面、長状体の落葉体積中、様々な漂着物の下などに見られる。 昼間は暗くて湿度が保たれた枯れ葉や、天石の下に潜み、オカミ睨い、ナびビオカミ睨い、キヌカツギハマシイの睨いなどと、同所的に見られる。吉原の中で海水面により、わずかに高い程度の区域ならば、波打ち材からかなり離れたところに進出することがあり、海水がほとんど上がってこないと思われるような場所の、板切れの下などに見られる合わせもあるという。また、普段は、 地上付近に見られることが多いが、長崎県での観察例では、蒸し暑い日の早朝に足、浜うど、浜棒などの植物上に這い上り、時に1メートルほどの高さまで上ることもあると報告されている。私有胴体で他の個体と交尾して散乱する。卵は白色で一個ずつ微小な卵のに入れられ、それがゼラチン様物質に覆われた形の卵解として、 多物状に産み付けられる。長崎県では、2010年7月19日、月齢7.3、小潮の干潮時の午前9時頃、夜中の満潮時に株が海水に浸かって濡れた枯れ木状で、その上部のやや湿った部分に二個体が散乱をしているのが観察されている。それによれば、卵塊は幅1ト、mm、ル長さ1 0ト、mm、ルほどのものが多いが、団子状を呈するものもあったという。 幼生期の殻は、左巻きで蓋を持つが、成長の初期段階で右巻きになり蓋も消失する。拡張1センチメートル程度の幼貝は、絹カツぎはましいのみ貝に似ているが、貝殻は、この時期からすでに扁平である。俗名のピシアは古代にリシアのデルポイのミコ、ビューティアー。種商名のサシリーは、幕末に沖縄、長崎などに来航したフランス海軍のジャンイコール。 バティスト・セシーユ・提督への懸命。元気祭におけるオリジナルの種小名は、セシーユ・サシールをラテン語化したサシリアスの俗格サシリーであるが、理由は不明ながら、慣用的にシーセルレイと綴られることも多い。標準和名の、オキは、明治時代に長崎で本種を採集し、当時の日本におけるカイル医学の主導者の一人である京都の平瀬。 与一郎に送った沖創造、沖潮像、平戸出身の裁判官、海類研究家、沖定介の父への件名で、沖は平瀬の海類研究の最初期における協力者の一人であった。人間に利用されることはないが、生息環境への人間活動の介入により、生息地が失われている。日本においては分布が限られている上に、 埋め立てや干拓などで生息地ごと消滅させられる事例が多い。日本の環境省が作成した海類レッドリストでは最も絶滅の危険が高い、絶滅危惧海類 CRN の一種として掲載されたほか、分布域の各県が独自に作成したレッドリストでも絶滅、または絶滅寸前と報告されている。最終も個体群に影響を与えるため、生息地情報も みだりに公開しててはならならいいとされている。長崎県では長崎県未来につながる環境を守り育てる条例による気象野生動植物に指定し捕獲等を禁止している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。